やーもういい香りです。香りがねもうインドです。塩を振ってお召し上がりください。うまっ。魔性、人間流魔性ですよ。はい、皆さんこんにちは。今日も OEC エラジオのアジアご飯です。いつもありがとうございます。はい、今日はですね、少しスパイスを使った、お手軽レシピをご紹介したいなというふうに思っております。題して、アボガドのクミン唐揚げでーす。クミンって結構余りがちじゃないですか。それをうまく利用して、このアボガドにまとませて、すっごくですね、最高なつまみにしたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックして作っていただきたいなっていうふうに思っております。とってもですね、材料が少ないのもポイントになります。もうアボカドがしっかりと味がしているので、しかも唐揚げといっても中まで火を通さなくても簡単にできます。なので皆さん時間がない時、そして早く爆速で食べたいつまみの時なんかにもおすすめになっております。じゃあ一緒に作っていきましょう。はい、それではまずアボカドから切りたいと思います。アボカドです。ちょっと大きめなアボカドの方が、食べ応えが出ていいと思います。で、これをまず縦に切れ目を入れていきます。で、一周しますよ。クイーッと一周します。はい、一周しました。そしたら、緊張の瞬間、ねじって、で、パカッと開けてください。はい、こんな感じで少しね、熟している今日アボカドを使いたいと思います。はい、でこの種はこの包丁の尾の部分を当ててくるっと回すと簡単に取れます。そして優しく皮を剥いていきます。まず半分に切りますね。半分に切りました。もう半分に切ります。だから、全体で8等分ですね。このようにですね、8等分に切ります。そしたらもうボウルの中に入れててください。はい、それでは味付けをしていきたいと思います。この先ほど切ったアボガドに、まず材料です。ニンニクのすりおろしです。小さじ1/2です。チューブでも大丈夫です。ちょっとねアボガドが崩れやすいので、こう優しく、このゴムベラとかだと結構崩れにくく混ぜれるので、ちょっと優しく必ずニンニク混ぜてくださいね。このアボガドの柔らかい味わい、そしてですね、コク深いんですけども、こうニンニクを加えることで結構キリッとした味わいに、進化するので必ず使ってください。でニンニクとここに生姜を入れてもとっても美味しいです。そして今日の、主役です。クミンです。クミンです。クミンは小さじ1入れます。はい、小さじ1、ちょっとたっぷりめに入れますよ。で振りかけてください。いやーもういい香りです。カレー粉でももちろんいいんですけども、クミンの方がね美味しいです。はい、今ね100円とかで簡単に手軽に買えるかと思いますし、スパイスカレーブームがずっと起きてると思うので、結構お家にある方もいるんじゃないかな。このアジアごはんチャンネルのユーザーさんだと持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、もし持ってなかったら100円ぐらいで購入できるので、ぜひ使ってみてください。そして優しく混ぜました。こんな感じで今ニンニクとクミンで味付けをしました。そしたらもう早速揚げていきたいと思います。はい、そしたらフライパンにですね、油を引きたいと思います。お家にある油でいいですよ。1、2、3、4。はい、油を大さじ4引きました。そしたら中火で温めてください。でこう油を少し温めてる間、中火で温めてる間に片栗粉だけ用意しといてください。適量なんですけども、まあだいたい大さじ4から5ぐらいの片栗粉を用意しておきました。先ほどのクミンとニンニクをまぶしたアボカドを表面をこう軽く片栗粉でこうまぶしてですね、余計な粉を落としつつ焼いていきたいと思います。全部入りました。そしたらですね、表面1分半ずつぐらいですね、全体的に、カリッとした、衣の食感がなるぐらいまで揚げ焼きしていきたいと思います。あ、焼き色がついてきました。そしたらひっくり返します。お肉と違ってアボカドは生でも食べれるものなので、片栗粉がしっかりと焼き色がついてきたら大丈夫です。いやー美味しそう。香りがねもうインドです。は
はい、そしたら大体1分半ずつですね、焼いたら取り出しましょう。結構油がまだ残ってるので、このようにバットとかに取り上げてボガトを上げていきましょう。はい、こんな感じで今バットに上げて、ちょっと1分ぐらい余計な油を取りたいと思います。はい、こちらが揚げたアボカドです。しっかりと焼き色がついててカリッとしてて美味しそうです。これを盛り付けたいと思います。お皿にね、乗っけて、いや、これはね、ちょっとビール案件なんで、今日はビール飲んじゃおうかな。ちょうど今日曜日の4時ぐらいなんで、少しフライングで飲んじゃいましょう。はい、こんな感じで今アボカドを乗せました。そしたら最後の仕上げです。一つまみ、三つの指でつまめるお塩を振りかけてください。はい、この塩を入れることによって味付けがニンニクとクミンだけなので、塩で甘さも増しますし、キリッとした仕上がりになるので、フライドポテトみたいな感じで、ぜひアボカドも塩を振ってお召し上がりください。それでは今日は一緒に飲みましょう。もぐもぐ。はい、それでは今日はアボカドのクミン唐揚げをご紹介しました。まあクミンフライ、フライドクミンみたいな感じですけども、じゃん。クミンのね、爽やかな味わいと、そして、アボカドの濃厚さがマッチしたスペシャルな料理になったかと思います。ぜひ皆さん、簡単な食材だと思うので、気軽に美味しく作っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。それでは今日もありがとうございました。一緒に食べましょう。いただきます。今日はね、ちょっとビールを一緒に飲みたいと思って、インドネシアのね、ビールを買ってきました。なんかサラッとしてて美味しそうじゃないですか。はい。なんかこのね、絶対クミンに合うと思ったので、これを今日は、飲みながら食べたいと思います。イェイ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 。瓶のままいきます。はぁ、味わいが来た。こういうサラッとしたビールがね、結構夏とかはね、飲みやすくていいんですよね。これがほんとうまいんだな。ちょっとジャンキーなんですけども、たまにはね。うまっ、とろける。これほんとにとろけるんですよ。消えた、瞬時に消える。やっぱクミンの香りはいいし、アボカドの濃厚さもあるんですけど、塩でキリッと締めてるので、あとニンニクね、ニンニクの風味も生きてて、とってもいいと思います。片栗粉を落とすと粉がコーティングしてくれるので、クミンのね、味わいがより感じられるっていうのもあるし、やっぱ食感もね、柔らかくなるし、アボカドって炒めてると結構崩れやすいんですけども、それもちょっとは少しだけなんですけど防いでくれたりとかします。にしてもこれは本当にね、やってほしい。1年前ぐらいにウェブサイトさんでご紹介したことがあったんですけども、それのちょっと改良でか、少しだけなんですけどしました。うん、とろける、アボカド美味しそうね。無性に食べたくなる時がある。クミン大正解。コリアンダーとかじゃ、カルダモンとかでもいいんですけど、クミンが一番美味しいと思います。最近100均とかでも売ってるんですよね。クミンパウダーをぜひチェックしてみてください。クラウ。でも、ね、アボカドってさ、開けてみなきゃ分かんないドキドキ感が、ドキマキ感がある。アボカドってそういうことさせますよね。魔性、人間でいう魔性ですよ。すごい中が綺麗か、すっごい黒いか。嫌な例えですね。嫌な例えだよ。生き返る。このままがベストなんですけど、バインミーのパンに挟んだりとかしても美味しいかと思います。ご飯とはちょっと合わないかなと思うんですけども、スパイスカレーのそれこそトッピングとか添え物とかにもクミン唐揚げいいんじゃないかな。スパイス好きな方たくさんいますよね。もう夏だから、カレーの時期になってきたから、カレーも食べたいな。てかカレーもまた作りたいですね。作ります。作っちゃいます。いただきます。美味しいです。インドネシア行きたいです。アボカドです。ただでさえカロリーが高いのに、揚げたらカロリーがうわーってなっちゃうから、たまにこうチートデーとかで。なんかチートデーって言葉知ってます？便利な言葉だなと思って、何でも何でも美味しいものを食べるときには、あ、今日チートデーだって言ってしまうんですけど、まあ週5ぐらいでチートデーです。でも僕はね、ほんとバランスだと思うの。人生、人生もバランスだし、食生活もバランスだと思うんで、高カロリーなものとかそういうの食べても、まあ、次の日とか、なんか次の日のね、食事を控えたりとかして、こういっぱい食べちゃったな、お昼としたら夜は結構控えたりとかして、バランスを取っていけば全然大丈夫だと思うんですよね。まあ人それぞれですけど、皆さん食べたいものは食べましょうということで作ってください。強引な感じで。
またこのビール飲みたいな。こうさ、一缶飲んだらさ、もう歯止めが止まんなくなるんですよね。出ましたから、また仕事だから抑えなきゃいけないです。さっきさ、好きなもん好きなだけ食えとか言ってたのにさ、我慢も大切ですね。じゃあいただきます。最後絡む、完食しました。はい、ということで今日はクミンの、アボカドのクミンから揚げをご紹介しました。クミンをまとってそれを衣でコーティングして少しカリッとした食感で焼いてもらうと抜群な味わいになるかと思います。両面1分半ぐらいサササッて焼くだけでも衣ついてくるので、ぜひクミンが余ってるなとか、このためにクミン買いたいなとか、そんな感じで、あの夏のつまみレシピとしてエスニックつまみとして作っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。それでは今日もありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただくと励みになります。それでは次回のアジア後半で会いましょう。バイバイ。ごちそうさまでした。